どうも、こんばんは、イノベです。今回は東京グルリインボーク、ガシャにですね、まあそろそろ来るだろうと思ってた、リインボークフェス来てますね。新しく登場したのが、この金木ですね、空腹の反響欄金木剣。おい、ページ変わるの早すぎる。スキル見ていきましょう。これ連続でしか引けないよね。最初が30個か。まあ、あと5個貯めてくれよかったな。ちょ、ミスりましたね。また次の動画ですね。まあ、こうやってやったら動画の数稼ぎみたいになっちゃうんですけど、ちょっとスキル見ていこう。俺ね、10、こういうフェス系でね、結局50連ぐらいするのに10連ずつに分けて動画出すのとか大嫌いなんですよね。だから一遍にいつも引いてるじゃないですか。最後まで。時間が長くなっちゃったら仕方ないけどさ。まあ、スキルはまあまあまあ知ってたって感じですね。とりあえず10連いってみましょう。あと5個ほんと貯めてきたらよかったな。これ味気ないんだよね、10連だけって。まあこの味気なさをね、カバーするためにちゃっかり演出を見ていくっていう。あー、まあ知ってた。まあ知ってたよ。まあ、そうですよね。まあ、SR10 枚ぐらい来てくれるんでしょ。RC ポイントの肥やしになってくれるんでしょ。おい。まあ、飛ばすか。あのアンティークのさ、金木ってさ、いたっけ。俺さ、さっき自分のさ、あのキャラリス見てたらさ、あのアンティーク金木ってさ、あれこいついたっけなと思って。 SR キャラなかなか追加されないですよね。俺が知らないだけかもしれないけど、追加されないと思うんだが、これ何個で確定だっけ。あ、ステップ3まで行ったら1つ SSR 確定が。これ厳しいな。別にね、今回の金木めちゃくちゃ欲しいってわけでもないんで、まあ、とりあえず多分この10連で終わると思いますね。まあ、次回のインボフェス、来月かな、多分これ月1ぐらいで来てくれると思うんで、次回のインボフェス、何が来るか予想するとすれば、なんだろうな、わかんないですね。いや、でも10増出たしな、なんだろうな、次のインボフェス。有馬10増出て、金木でしょ、金木も2つ目だしな、何が来るだろう、アモン、いや、アモン出てるな。1回目のインボフェスアモンだったってなると、次に来るの10日あたり来るかもしれないですね。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。